オリオン座ヨオタ星は、オリオン座の構成で三等星。オリオン座の剣の部分で最も明るい構成で、剣の先端部に位置する。良い連星系を構成しており、大型青色巨星の主星は2.77等で、離心率0.764、光点周期29.1日の軌道で光点する、AA と AB の2つの構成からなる、分光連星である。また、 主星から理学11.4秒 4400au 離れた位置にある7等級で B 型オイロ巨星の構成 B と実施連星系を構成しており少なくとも75000年かけて周囲を好転しているこの連星系からの構成風の衝突によりこの連星系は強い X 宣言になっている理学50秒2万 au 離れた位置にはスペクトル分類 A 型の構成 C が存在しており、少なくとも70万年かけて好転している。この構成 C は、ブラン731という名称としても知られている。型有名の八さは、アントニー・イン・ベチュバー氏の製図にしか見られず、その出所が明らかではないが、2017年9月5日、国際天文学連合の構成の命名に関する、ワーキンググループは、オリオン座与多星。 AA の固有名として、ヘイティッスサを正式に承認した。現在オリオンザカッパ星の固有名となっている、財布は、イータ星、シー星、シータ星、イオタ星の並びを剣に見立てて名付けた言葉であったが、後に誤って、カッパ星の名前とされたものである。イオタ星はこれらの星の中で最も明るい星であった。ため、アラビア語で、剣の明るいものという意味の NARR 財布。 という名称で読まれることもあった。ありがとうございます。